がんノートナイトは、岸田さんとゲストのお二人が、がん経験を切り口に、ただただゆるーくお話しするトーク番組です。え、岸田徹と申します。25歳と27歳の時に、肺細胞腫瘍という、まあ、ちょっと珍しいがんになりまして。 まああの抗がん剤治療やら手術やらもろもろやりまして今は定期監査をしております。がんのど代表理事ということでですねこのがんのどナイトのやっている NPO 法人がんのどの代表理事をそのままですねはいしております。今日はよろしくお願いします。えっと入江舞と申します。今27歳で今はえっと名古屋にある病院で医療ソーシャルワーカーをしています。 私は小学校六年生の時に急性リンパ性白血病になりまして、抗がん剤治療をして、今は寛解していて、年に三回ぐらい外来で経過観察中です。前田秀武と申します。現在、高知県にあります高知大学医学部附属病院のがん相談支援センターの中で、がん専門相談員として働,く働いているんですが、合わせて。 大学病院の中の医療ソーシャルワーカーとしてがん以外のいろんな疾患やお怪我の患者さんからのご相談も受けている立場になりますがん相談支援センターのお話に行きたいと思いますまず一つ目がん相談支援センターとはです国立がん研究センター の運営されているがん情報サービスのサイトから情報を集めてまいりましたので、でさらっとご説明していきますがん相談支援センターとは全国に設置されたがんの相談窓口ですどなたでも無料で利用できてどんなことでも相談できるなんか夢のようなところなのかなっていう感じですね でまず1つ目の特徴、全国に設置されたがんの相談窓口ということなんですけれども、もう少し詳しく、がん情報サービスのサイトを見ると、全国のがん診療連携拠点病院、漢字いっぱいですね、や地域がん診療病院、そして小児がん拠点病院などに設置されている窓口ですよというのが書かれていました。このがん診療連携拠点病院や 地域がん診療病院え、それってどれぐらいあるのかな、見たことないけどとかっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、こんなに全国津々浦々、もう埋め尽くされるぐらいにあるそうです。で数でいうと450か所ほどですので、きっと皆さんのお住まいの近くにもあると思いますので、あのご関心がある方、ぜひ確認してみてください。 そして小児がん拠点病院というのもこれぐらいもう全国にありますねありましてその中で窓口があるところが130箇所ほどとがん情報サービスのサイトに書かれていましたそして続きますどなたでも無料で利用できるっていうことなんですけれどもその設置されている病院の患者さんはもちろんなんですけれどもそうでない患者さんも ご利用できますしご家族とかその他の方々も利用できる場所だそうです。ですので気軽に行ってみていただければと思います。そして最後の特徴、どんなことでも相談できるということなんですけれども、病院にある窓口なんだから、なんか医療のことを相談するんだろうなーって思いがちですけれども、えっと がんについて詳しい看護師さんもいらっしゃいますけれども、今日のお2人のように、ソーシャルワーカーさんも相談員としていてくださいますので、がんそのものだけではなくて、関連したこう生活の悩みとか、そういうところについても広くお話し聞いていただけるような、そんな素晴らしい場所だそうです。それではここから、よくある相談、難しい相談など、岸田さん、ぜひゲストのお2人に聞いてみてください。 はいいありがとうございます、ね、どんな相談でもって言ったところでね、はい、もうちょっとハードルが上がって、本当にじゃあ、結婚相談とかも、あけど、何に関わることじゃないか、かはい、あかんのか、結構、前田さん、ですか逆にその相談来る方は、どんな相談ができるのかってことがまず不安だったりするので。 風呂敷はちょっと広げて頑張ってほしい話を最初伺うとりあえず何でも出してみてくださいと。あ<ー>で僕、例えば、独自どこででうちでも僕らソーシャルワーカーって福祉職もいれば医療に強い看護職もいるんですがたまたまどっちに当たるかによっても得意分野は違うんですね。けどとりあえず伺ってみて<ー>僕でお答えできると僕でお答えするし僕で無理であれば僕のうちには大学病院のスタッフが引き換えてるわけなのでそういう人のーンも借りながら。 の実施をしますっていうふうにご案内をしたりはします、うん。このよくある質問、難しい質問であると思うんですけれども、今ねおあの広くウェルカムってった中ではどんな質問があるんですか、マエさん。高知県7箇所のがん相談支援センターがあって、大体去年だと年間で5000件ぐらいの相談を県内全体で受けてるんですね。県全体で5000件、はい、でその中で一番数が多かったのですね、医療費、生活費。 あと社会保障制度に関するご相談、で次に緩和ケア。緩和ケアで、3番目に不安とか精神的な苦痛、次にがんの治療、うんうん、で、介護、看護、養育に関することがまあトップファイエーザーはね、もうがん相談支援センターでも働かれている、そうしたワーカーではありますけれども、当時、まあ、入院した時とかって、がん相談支援センター、当時じゃなかったか。 なかったと思いますで。私が高校生か大学生ぐらいにの時に通院で小児病棟に行ってる時にあのこうバーって1人こう女性の方が見えて「私あの小児がん専門の相談員なんですお願いします」って言って声かけてくださってその時に初めてあそういう人っているんだっていうのを知りました。あー そういうい、ね、相談員っていう人がいるっていうことをもらって別にそれはあれでしょ入江、はい、さんの場合はそのままスルーしたってこと <laughs> いやそんな,こと <laughs> なんか当時、まあったらなんかこういうこと相談したかった、まあ、今もね働かれる前とかその大学生の時とかもここうういとうと相談したたかかったなとかありますそうですねその当時今みたいにあんまり SNS とかも、まあ、自分が使い切れてなかったっていうのもあるんですけど。 こう同じような闘病した仲間とつながることがなかったのでどういうふうに自分が進路を決めていったらいいのかとか就職先決めていったらいいのかとかっていう時に、にんかちょっと相談に乗ってもらえたら嬉しかったなっていうのはあるんですけど、まあ、逆に働いてからそ,ういう方とその方と出会ってからはすごいいろいろ相談に乗っていただいたのですごい助かりましたへあそうなんや就職の相談とか受けるんやったらどう受けたらどう 伝える逆に今だとやっぱりこう治療しながら働いてっていう方もたくさんいらっしゃるのでまたこう小児の時の人とまた悩みは全然違うのかなっていうふうには思うんですけどやっぱりまあ私が前に関わったことのある方だと、まあ、お仕事しながら、まあ、小病手当てもらいながらまあがんの治療頑張ってとかっていう方も結構いらっしゃったのでか受ける内容としてはそういうのが結構多かったかなって思います。 あそうだな前田さんの場合、あれでしょ、あのしのごの言わず、働けって感じでしょ、<laughs> <laughs> 冗談、冗談です、一応ね、辞めないでもいいんだったら、辞めない方がいいよねっていうことをお伝えしますけど、うんなんかね、そのやっぱり悔いが残るのは、患者さんがその誰にも相談できなくて、不安の中でそう、<ー>本当は辞めなくてよかったのに、辞めることでやっぱり決断してから相談に来られる方もいらっしゃったりするので、これは本当にお互いとってもつらいので。 とりあえず、いろんな方法があることは知った上で、うん、中にはやっぱりね、がんになることで人生見つめ直して、仕事を辞めて別の道選ぶ方もいらっしゃるので、それはそれでも大賛成だと思うので、ただ知らずに、ね、不安の中で辞めちゃうことはぜひ防いであげたいなっていうのは思いますね。うんうん、すごい。ありがとうございます。本当に、無茶ぶりにすみません、答えてください。<laughs> <laughs> そういうふうに来るんですね。はい <laughs> お二人難しい相談こういう相談うわんか難しいなっていうのは年に何回かは多分あるかなと思うんですけど。その いろんなご家庭があるのでどこもやっぱり家族関係が良好ですごく一生懸命でっていうわけではないのでなんかそうなってくると、まあ、この人は患者さんは家に帰りたいって言ってるけどやっぱり家族がそんだけいやいややってきませんとかなんかそうなってくるとなんか自分は患者さんの気持ちもわかるからこそでも家族 のサポートがないとやっぱり難しいからそこはどうやって折り合いつけるかとか、まあ、帰れるとこまで帰ってじゃあホスピス予約するかとかっていうのもやったことがあるのでなんかその辺が自分の思いとか患者さんの気持ちだけを尊重するのではないから難しいなっていうのは思ったことありますそうねいろんなところをね本当あの考えないといけないっていうねまあそういう難しい分やりがいもあるのかもしれないですしはい ありがとうございます。ちょっとコメントがね、いっぱいちょっといただいてるので、ちょっと読ませていただきますね。えー、松さん、私は、えー、がん相談支援センター、よく利用していますが、病気のこと気持ちの面で助けてもらってますと頂い,いてます。気持ちの面でね、助けてもらってる、えー。黒田さん、セカンドオピニオンの相談もありますかって言われてるんですけど、あ、前田さん、うんってうなずいてますけど、セカンドオピニオンもがん相談支援センターでできる。そもそもセカンドオピニオンってんだろう という方もいらっしゃいますし、うちにつながりたい、あるいはどこに行ったらいいだろうかっていうのは、ご相談を受けることは、うん、まあまあよくある感じです。はい。それではがん相談支援センターで働くって、どんなご苦労ややりがいがあるのかというところ、岸田さん、聞いてみてください。はい、これね、あの、まあ、あの。 まず、まいさんに、インスタにあのそういう、まだ日が浅いと言ったところもあるかもしれないんですけど、どうですか、がん、まあ、を経験されてから、が、ま、ん、あ、相談支援センター、で働いている、それについてちょっと、えっと、私はもともとその小児がんになってで、看護師になりたいと思って、最初、看護師をしてたんですけど、でもやっぱり自分の体が。 あの後遺症があったりとかで看護師さんってどうしても重労働なのでやっぱり続けられないなってなった時にその時にその助けてくれたのがあの私がお世話になってる病院の小児がん相談員さんででもその方にすごい救われてでもこの人みたいになりたいって思って私はその社会福祉士の資格を取りに通信の学校に入ったんですけど。 でもその方がいたからこそなんか自分がこう話せて気持ちの整理ができてその看護師をしたいっていうよりかはそのまあがんの方とか小児がんの子たちの何か役に立ちたいなっていうことが自分の中でなんかこう整理ができてでその社会福祉士っていう新しいその夢に向かって頑張ろうっていうふうに思って今やっぱり就職して看護師と一番何が違うかっていうとやっぱりこう制度のことを全然自分が知ってないと。 自分がわからないことには、ね、やっぱ説明ができないしやっとちょっとずつ、まあ、患者さんに伝えるために自分も勉強してでまた伝えてってねちょっとずつこう勉強してってる感じなんですけどお,お金関係はすごい難しいなっていうのがその社会福祉士になって一番感じたことで,であとはやっぱりその方のこう生活背景とか、まあ、がんの方だけに限らず私はいろいろ相談を受けてるので、まあ、自分と関係 自分に置き換えて考えられないような立場の方っていうのもやっぱりたくさんいらっしゃるので、そういう時に何て相談に乗ったらいいんだろうとか、何て声かけたらいいんだろうとか、うん、その方にとって一番いいことって何なんだろうって、今この仕事をしてていろんな家族とかいろんな価値観の人と出会って、なんかそういうのすごい勉強になるなって思います。前田、はいまあ、さん、どうですか働くって言ったところで。人に相談する やっぱりすごくエネルギーがあったりしんどいことだったりする部分もあるので、あのけどせっかくその場を求めてくださった人がいたときに、例えば病院のソーシャルワーカーとしては自分のところの患者さん以外のサポートってさ、あんまりこう、なんていうんですかね、どんどんやっていいっていう業務ではないんですね、だって自分のところの患者さんじゃないわけですから。けど、がん相談に関していくと、あのもう、設置の目的が誰でもっていうことになっているので、あの 本当にその相談を求めてきてくださった方に関しては、その相手の方がどういう立場の方にか、よらずお話を伺うことができるというのは、すごくこうソーシャルワーカーとしては嬉しいなって思うのお二人が相談しやすいように、なんか心がけていることとかあったりとかしますか先生かからはこういうい依頼とかであって、まあ ゲスワーク入ってくださいねっていう形で最初介入することも多いんですけどでもなんか実際は違ったり患者さんが思ってる悩みは違ったりっていうのもあるのでんなんかまずお話をなんかいろいろ聞いてなんかただただこう聞いてほしいっていう方もやっぱりいるしなんかその中で答えを求めてるっていう人もいるのでなんかまず話を聞くようにしてであとはなんかその人の 今だけじゃなくって、これまでの生活背景とか、どういうお仕事をしてきた人とか、どういう家族でっていうのも聞いて、なんか自分でイメージできるように、なんかその人のイメージができるような感じでこう話を聞くようにしてます。はあ、すごい。今日の番組の最後に、見ている皆さんへのメッセージをいただきたいと思います。じゃあまずは前田さん、お願いします。はいあのー 相談センターは怖くないところなので、ぜひお気軽に来ていただきたいと思いいまますす入江さんお願いします今、闘病中じゃなくても、がん経験したことある小児がんの子たちとかでも、気軽に通院したときとかに行って、話をしに行ってもらえたらいいなって、自分の居場所の一個になったらいいなっていうふうに思ってるので、そういうふうに活用してもらえたら嬉しいなと思います。 そういった中で、はい、今日の弾のとナイト、以上となってまいります。それでは、はい、じゃあ、ライブ配信終了と。何がお大事にやねんな、ほんと、ごめんなさい。<laughs> はい